俳優の成田凌さんが映画活弁の PR のため原宿竹下通りを練り歩きました。映画に音声や音楽がなかった時代、登場する人物のセリフに合わせ声や物語の説明をしていた活弁師の活躍を描いた物語。今回練り歩いた原宿は成田さんにとってとても思い入れのある場所だそうです。僕、原宿で古着屋さんのバイトで働いている最中にスカウトされたので、原宿が始まりと言っても過言ではないなと思っているので、いや、まあ、やっぱ思い入れはありますね。